こんにちは。旅先で見つけた素敵なお店を短時間で紹介させていただくチャンネルです。今回は鹿児島天文館で見つけたお店をご紹介したいと思います。天文館のアーケードがなくなったあたり、脇道にそれてみると、とても素敵なお店がたくさんありました。歴史を感じる建物の中に今でも営業されているお店がたくさんあるようです。この日は時間が早かったせいか、お店はまだ営業していませんでした。ぜひ今度は遅い時間に伺って食事やお酒を楽しみたいと思います。通りで特に目立っていたのはこちらのお店でした。実際にどんなお店なのかは分かりませんが、この次はもう少し遅い時間に訪ねてみたいと思います。他の道にももつ鍋屋などあって、天文館の横道は楽しそうな空間でした。今回ご紹介させていただくのは、この日路地を歩いていて見つけたこちらの無邪気さんになります。何も調べずに伺ったので、お店の内容はちょっとこの時点では分かりませんでした。お店に入ると消毒などコロナ対策もバッチリでした。タバコを吸いますかと聞かれて、すいませんと答えるとカウンターを案内していただきました。タバコを吸う方はボックス席の方を案内されるようです。どうやら開店してすぐだったので、たまたま席が空いていたようですが、カウンターはほとんど予約でいっぱいになっていました。ネットで調べるとどうやらおでんが有名なお店のようなのですが、とりあえず最初にお刺身をオーダーしてみました。お刺身の感想なんですが、全体的に少し寝かせたようなお刺身でした。味が濃くて噛み応えが少し柔らかい、
とても美味しいお刺身でした。ちょっと残念だったのがサバが出てきてるんですが、こちらが首折れサバかどうかは聞くのを忘れてしまいました。おでんが名物のようなので、ぜひおでんを頼んでみたいと思います。とりあえず青菜、大根、黒豚の三枚肉を頼んでみました。おでんの感想なのですが、色からすると多分八丁味噌だと思います。名古屋の味噌おでんとは全く違うものでした。どちらかというと名古屋の味噌おでんよりもあっさりとした味付けになっています。店内の壁にはなぜかたくさん巨人グッズが飾ってありましたので、ここには巨人の選手が来るんですかって尋ねてみたら、単純にお店の方が巨人ファンだったようです。大根もいい具合に味が染み込んでいて、とても美味しかったです。名古屋の味噌おでんはこってりとした八丁味噌の味が特徴的ですが、鹿児島のおでんは色からすると八丁味噌なのですが、あまりこってりというかドロッとはしていません。名古屋の味噌おでんも大好きなのですが、鹿児島の味噌おでんもとても美味しいおでんでした。せっかく鹿児島に来たのですから、焼酎を楽しみたいと思います。森伊蔵がワンショット800円、伊佐美がワンショット500円、東京で飲むよりはやはり安いんじゃないかと思います。レギュラーの焼酎でブニセやミタケがあるのもやはり現地ならではではないでしょうか。とても安く感じました。味噌おでんも焼酎も美味しくいただきました。こちらの店名の無邪気というお名前なんですが、天文館にあるかき氷屋さんとは全く関係がないようです。あと店名に文家無邪気とあるのですが、聞いてみたところ、もともと本家というのがあったそうです。本家は屋台発祥で、今ではもうお店は閉められたそうです。文家だけが残って鹿児島の人に愛される居酒屋となったようです。とても美味しいお店でした。